どうみゆちゃいです。今日はですね、サプライズでございます。ってことでですね、今日は大阪の実家に帰ってきてまして、起きてメイクだけして、まだ髪の毛もせず動画をお届けしてるんですけど、もうすぐ3つ下の妹のリコが誕生日を迎えるっていうことで、誕生日のお祝いをサプライズでしたいと思います。誕生日当日はね、残念ながらちょっと仕事があって、みーは東京の方に帰らなあかんから、お祝いすることできひんねんけど、誕生日2日前になってしまうけど、何かお祝いできたらなと思って、こういろいろ何がいいやろって結構考えててんけど、まあ、物は多分自分で買えるし買うと思う。あと、まあ、好みっていうのも大体はわかるけど、まあ、あるやん絶対。これのブランドのこれが欲しいっていうのは明確にあったりするやろうなと思うから、物はまあ違うか、ってなって、まあ、考えた時に、妹4歳の娘がいるねんけど、まあ、普段家事に育児にバタバタな上に、美味しいご飯だったり美味しいお酒やったり、ゆっくり食事することもなかなか難しいやろなって思ったし、娘の誕生日はこう盛大にお部屋を飾り付けしてこうお祝いしたとしても、自分の誕生日にはまあそこまでしんひんやろなって。だからみゆからはそういうのを踏まえて、体験、日頃できない体験っていうのをプレゼントしようかなって考えました。はい。で、ね、早速今からお部屋を妹の誕生日仕様に飾り付けしていきたいと思います。で、妹が今ね仕事に出てて、で家族もまあ誰もおれへんねんけど、この間にお部屋を飾り付けして、もうケーキも注文してあるので、あともう3時間ぐらいしかないんですが、急いで飾り付けしていきたいと思います。それでは早速シーンでパーティーグッズをいっぱい買いました。シーンってほんまにお洋服だけじゃなくて、パーティーグッズもめっちゃ充実してて、バルーンだったりとか、そういうのをいっぱい買ったんで、それをね紹介しながら一生懸命今から飾り付けしたいと思います。まずはこちら、ハッピーバースデーっていうバルーンに、グレーと黒と白かなの風船がセットになってるやつ、結構量ある。これを飾っていきます。今回バルーンもいろんな色があってんけど、シーンにけど、今回はちょっと韓国っぽくこうブラックベースの飾り付けにしようと思って、黒い風船をたくさん買いました。とりあえず膨らましていくねんけど、ねえ待って、最悪、これ全部口やみゆ、やばい。あのさ、こうやってさ入れるやつ持ってこようと思ってて東京に忘れた。それもシーンに言っててんけど、やったー、積んだ、完全積んだ。これは、待って、この量の風船口でいく、えげつない。ちょっととにかくやっていきます。時間がない、ブツブツ言ってる暇はない。ちょっとリップオフしよう、風船加えるんで。このハッピーバースのバルーンはこういうストローがセットでついてるから、あれ？焼けてる？ちょっとね、違うのでやってみる。入った！ティー！はい。何？あ、DR。 よし、どんどん膨らませていきます。よし、はい、よいしょ、やっとハッピーバースデーが膨らました。で、これをこういう付属の糸みたいなのがついてるから、これに通してこう、なんていうの、こういう感じに吊り下げていく。ピー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 、ピー、
ミコピー。ハッピー。こんな感じ。ちょっと窮屈で見えてないけど。玄関入ってきてすぐ一番初めに目にするリビングのこの壁に飾り付けていきます。こう熱い、よいしょ。次バースでいきます。熱い。どう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 、まあいい感じ。よいしょ、ちょっと待って、喉乾いた。一回休憩。うまね。次はこのハッピーバースデーについてた付属のゴム風船たちを膨らましていきますが、これマジで大変そう。でもあの風船はそんな硬くないからすぐに空気は入る。あ、怖い怖い怖い。いいね、あんま入れすぎたら大変やから。で白も、よいしょ。これ怖い、これ怖いよな。風船爪長いから余計怖い。風船縛るの、これなんか風船についてる粉のせいでもう舐めすぎて口の中変な味。なんか友達の誕生日お祝いする時とかはこう友達とかみんなで集まってこれを準備したからすごいワイワイ言いながら準備した記憶やねんけど、一人やとまあちょっと寂しいね。でも愛する妹のためなら頑張れるわ、この風船についたまずい粉舐めながらでも。で風船全部膨らまして一部こんな感じでガス風船が天井に上がって溜まってるみたいな付け方にしたかったんで紐をつけました、風船に。でこれを壁に貼っていくねんけど、こちら風船専用の両面テープみたいなの、これもシーンで買ったからこれを使って壁につけていく。こんな感じで、わかるかな、透明で丸い両面テープみたいなのがいっぱいついてて、なんじゃこれ、ねっちょねちょやん。こんな感じで、なんかすっすごいねっちょねちょやねんけど、これを風船につけてで壁に貼るって感じ。風船にこれを直接つけて剥がす方があのスムーズにいけるかも。これ使って壁に風船貼っていきます。こんな感じで、おすごい、天井にちゃんとついた。あ、いいやいいや、貼り直しもできてすごい。おおすごい、いい感じやん。これを使ってどんどん装飾していきたいと思います。はい、こんな感じで全部つけてみてんけど、ちょっと風船の数少なくて物足りひんかなと思うので追加します。あの風船が足りひんかった時のためにもう一個別で風船を買ってたんで、これを膨らませていきます。これもブラックとホワイトとあとこういう透明の星柄追加で膨らましていきます。熱すぎ、やだ、かわいい、めっちゃかわいい。待て、黒がめっちゃ硬い。よし、これでどうだ、結構膨らましたで。よし、これをさっきみたいに壁に貼っていきます。あ、落ちてきた。何色つけよう。結構風船膨らましてんけどまだまだボリューム出したいのと、他にもシーンで買ってるからせっかくやったら使いたいので、次はこれハートの、ハートかなの風船2枚と星の風船2枚とあと、あ、ここにも入ってた黒の風船と、この中になんていうの、ホホロみたいなのが入ってる透明の風船。でもまたストローみたいなの膨らますんやけどついてない。だからさっきのハッピーバースデーの袋についてたもう一個のこの長い方のストローでやります。ハート、かわいいやん。よし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 、次はこれ
このナンバーの風船、妹29歳なんで、この2と9、もう1個買いました。これを膨らましていきます。これで膨らますのマジで大変そうなんだろう。すごい大きさ。風船膨らましすぎてここが痛くなってきた。うぅ、疲れた。うぅ、身ができた。9ができました。おー、やばい、これは酸欠。29。え、かわいいんちゃん、どう？はい、暑すぎて脱ぎました。風船の装飾が終わって、あとはこちらキャンドルライト。本物のキャンドルじゃなくて、あの嘘物のキャンドルだから、これを並べて部屋真っ暗にしてお祝いするって感じで、こういろんなカラーがあんねんけど、ミユは普通に白にしました。これ24個入ってます。電池入ってんねやな。あ、ほう、あれ、あ、そうそうそう、こんな感じで、あれ、切れちゃった。こういう感じでこれをテーブルの上にセットして、で、リコが帰ってきた時に電気を消してお祝いするっていう。あとはこちら主役の、はい、ティアラ、こんな感じのティアラと、ハッピーバースデーのタスキ、はい、これを主役のリコちゃんにはかけてもらいます。で、それからあとケーキも用意してるんですけど、ケーキにこの黒色のハッピーバースデーのプレートを刺して、あと黒色のちょっと形がいびつなろうそく、これも刺してお祝いします。で、この後仕事終わりのリコと市内で待ち合わせをして、誕生日ディナーに行きます。で、リコにはそれも言ってなくて、久しぶりに姉妹で買い物したり軽くご飯食べたりしようって、おしゃれしてきてとは言ってるんですけど、誕生日ディナーとはリコは知りません。だから仕事終わりそのまま誕生日ディナー行って帰ってきたらこれっていう感じでサプライズしようと思ってます。で、待ち合わせまでもうほんまに時間がなくて、ミユもちょっとやっぱおめかししやなあかんから、ケーキを取りに行く暇がなくて、だからゴルフ帰りのお父さんにケーキを取ってきてもらって、で、ケーキのこういう準備はお父さんお母さんにしてもらいたいと思います。で、24個のこのキャンドルのボタンもお父さんお母さんこっちゃんに任せたいと思います。ほんまに時間がない。まさかこんなに装飾に時間かかると思ってなくて、なんやかんや3時間弱ぐらいしてるかな。もうさ、つけては落ちて、つけては落ちての繰り返しでめっちゃ時間かかった。あと口で膨らますのにもすごい時間かかったから、ほんでな、こうやって今喋ってる間にもな、風船の重さというか重力に粘着力が耐えれずポロポロ風船落ちてきてんねん。帰ってきた時にどんだけ落ちてるか心配やねんけど、ちょっと家族に補正も手伝ってもらいながら、あのサプライズしていきたいと思います。では私はリコとのディナーのためにドレスアップしたいと思います。みっ、今お父さんに駅まで送ってもらってダッシュできました。ギリギリ間に合う感じで、ちょっと風船にマジで時間がかかりすぎて髪の毛もこんな感じで一つに束ねる感じになってしまってんけど、まあいっか、一つに束ねた方がドレッシー感は出るよね。まあ、今日の主役はリコちゃんなんで私は何でもいいです。本日の主役発見所ね、あつ洋服完璧です。かわいい。はい、じゃあファッションチェックいきます。上からこれのグレイルやろ。え、これはミユのエメラやろ。で仕事帰りのバッグね、はい、
お店予約してあるんですけど、今日はリコちゃんのお誕生日ディナーということで。そうなんだ。そうです、はい、今日は美味しいご飯、用意してますので、早速行きましょう。ありがとうございます。そうやから、ちょっとドレッシーな服で着てって言って。そうやった。そう、いい、騙された。大丈夫、ぴったり。いけそう。いけるいける。よかった。いい、かわいい。やったー。誕生日当日一緒におれたらいいねんけど、うん、帰ってっちゃう。そう、もうみゆが誕生日当日までは一緒におられへんから、仕事で。ちょっと5日ぐらい早いですが、今日お祝いさせていただこうということで。ありがとうございます、はい、でもなんか物とかも考えてんけど、うん、もう物は多分リコちゃん大富豪なんで、いや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 自分で買えるやろうなと思ったし、まあ、物は欲しかったら多分買うなと思ってんけど。いや、まあ、嬉しい。普段家事育児でバタバタして美味しいもんをゆっくり食べることもないかなと思ったんで。久しぶりちゃうかな、そんな。いやな、こんなドレッシーな気持ちでディナーなんてから今日は体験をプレゼントということで。うわ嬉しい。ご飯に行きます。お姉ちゃんありがとう。いえ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 、なんて言ってたっけ、みゆ。姉妹でお出かけして軽くご飯行くから。あ、そうそうそう、 それ姉妹撮影 Vlog 系で撮りたいから、そうそうそう、 YouTube 協力してっていうのと、そうそうそう、まあ市内出るから可愛い格好してきてって。そう、普段こんな格好でなご飯なんか絶対行けへんやん。騙しました。全然気づかなかったけど。よかった。そうそうそう、こちら天王寺にある寿司あつやさんです。いいですね。確かにあるね。どうで予約してます。ありがとう。29歳やんな。29歳や。美味しそうに飲むな。ほんまでもさ、いつも思うねんけどさ、姉妹仲良くてよかったな。ほんまにな、ほとんどお母に感じて。いや、ほんまお母さんと育て方が良かった。ほんまやで、みゆの性格が良かったかもしれない。みゆなんでもリコに結構譲ってくれたりとかしてたって言ってたからな。でも子供はさ、可愛いって言う、可愛いだけじゃないけど、マジで絶対に成し遂げたいっていうわけではないけど、軽減せずに死んだら、ああやり残した感じになるかなって思うぐらいだから、あれやね。まあ、大マグロで乾杯して乾杯ただいま。迎えに来てくれた。楽しかった。ってことで、ママ食べてる。帰ります。お家に帰ります。美味しかったですね。美味しかった、ありがとう。はい、じゃあね。じゃあね。サプライズ大
成功イエーイイエーイおってことでですね、はい、ギリギリ持ってくれたこの装飾、うん、バルーン装飾とか、まあ、これとかも全部サインで全部シーンで揃えました。あ、そうなんや。全部シーン、はい、かわいいな。これも全部妹の誕生日サプライズをしながらこう誰か大切な人をお祝いする時の参考動画にもなれば嬉しいなって思います。はい、ありがとう。ということで大切な妹の誕生日お会いできてよかったね。ありがとう。でこの後みんなでアイスケーキ食べたいと思います。ありがとうみんな。よかったね。ありがとうね。ありがとう。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひよろしくお願いいたします。ほなまた明日、バイバーイ。